集しようと思ったら、おお。よいしょ。おはようございます。今日は茨城県鹿島港宝永丸さんにお邪魔してます。天山台高賀の新しいモデル、フラッグシップ超えるスペシャルモデルが新しくなりました。今日は、ドットリールともに最軽量タックで臨みたいと思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。今回の主役はもう何といっても高賀天野ゲーム EX ですね。先代からもう衝撃でした。異次元のセカンド、あと軽さ。ちょっと今エンジン流しなんで重い天野を使ってるんですけど、石に対して私のスタイルはもうリフトしてフリーホール、もうほとんどこう糸付けを出したまま、糸付け半分、竿半分で当たりを取るようなスタイルなんですよね。でも先代の EX でびっくりしたのは、この糸付けが出てる状態、そこにテカンド感じるんですよね。ちょっと普通は常識でありえない状態でもテカンドを感じる。まあちょっと釣りが変わっちゃったと言っても過言ではない感度なんですよね。まあその秘密はこのスーパーメタルトップ、メカンド、テカンド非常に優れてます。あとはこの AGS、まあ、AGS 自体軽くて剛性があるんで感度がいいんですけど、またこれも第2世代の AGS、まあ、こういう積み重ねでこの軽さっていうのは実現されてるんですよね。ああ、二次的な恩恵として AGS 薄くなったんで横風にも強くなりましたね。あとグリップ系もちょっと変わりましたね。ダウンロックになってます。やっぱりダウンロックのいいところはこの部分が短いんでブランクに指がかけられるんですよね。やっぱもうブランクに指をかけるっていうのが一番感度は優れてるんで、この手で持った感覚非常に大事にしたいですね。おお、すげえ。おお、アイナメかな。おお、でっかい、でっかいですね。いろんな魚が食うのも天野の面白いところですね。尾羽を付け根を残して切って、でこの切り口から針先を入れます。このぐらいでもう針先を出すとちょうどこの軸にまっすぐになりますので、あんまり深く刺しすぎちゃうと今度エビが曲がりやすくなります。エビロック、ちょっとこちら側にずらしてよすっと刺してもらえば OK です。で、孫、結構生きエビは目から魚が襲ってくるんで、なるべく目の近くに刺しちゃった方がいいですね。こんな感じで完成です。誘導式も一緒ですね。やっぱり尾羽を付け根を残して切って、孫の頭の方から刺して、で親針、大きい針の短い針の方をこうですね。こんな感じです。軽い点や使うときはもう私は糸を見てます。糸のマーカー見て落ちるペースを見てるんですよね。それで着底とあと魚の当たりを判断してます。今着底と同時に当たりましたね。こうやって糸ふけが出てるような状態でもこの EX だと本当不思議と当たりを感じる時も多いんですよね。だからどうしてもこう当たりを取ろうっていうとテンションをかけながらホール、その1パターンになっちゃうと思うんですよね。まあもちろんそれで当たりが出る時も多いんですけど、せっかく軽い点を使ってるんであればよりフリーに落として、今日は竿が軽いんでリールも超軽量のルビアスと組み合わせます。LT2500 番ですね。これが08200m、バッチリ
配慮したのでてんやにも使いやすいと思います。ザイオンボディのモノコック想像以上にパワーと軽さ実現できてますね。でしっかりてんやの大きい親針をタイの硬い口にかけて、そこはやっぱりこうリールのパワー必要なところなんで、しっかり針がかりするまではしっかりプレッシャーかける。オーダーを浮かせるにはリールのパワー必要ですからね。次は5から4に軽くしたいと思います。ちょっとボトムステイをしっかりしちゃうとベラになっちゃってるみたいなので、反射的に感じた。あ、タイだった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 。ほらほら、タイだ、タイだ、タイだ、スイーイエーイ。やっぱりベラがついてるのタイ見てますね。よいしょ、なんだろう、よいしょ、ベラが少なくなったから長めのボトムステイにしてみました。おー、タイかな。やっぱルピアスモノコックボディ力強いですね。ほら、タイだ。よいしょ。今のは根から外れてフラッタな底になったんで、ベラの当たりが急に少なくなったんですよね。こういうやっぱり軽いテンヤのキャストは弾道低く無駄な糸出さないの大事ですね。 EX だったらキャスト決まりますよ。ちょっと歌詞まで当たってるカラーらしいんで使ってみましょう。タングステンの新色ですね。フォトブキレットジャンジャンの。そう、リフト&ホールと違ってこういう誘いを入れ続けるような釣りはやっぱテカンド大事なんですよね。なかなか穂先に当たりが表現しにくいんで。おー、ベラっぽいな。あ、違った違った、ベラじゃない。よいしょ、タイだった、ごめんなさい。よいしょ、ポチンって当たりだったんですけどね。巻きでもうパワーかけられますからね、そういうリールなんで。もう花台だ。おー、当たってる当たってる当たってる。あー、重さがない。あー、でもね、でもね、これっちに向かってるんだ。これもタイか花台ですよ。おー、マダイだ。イエイ。フォトブキレット効きますね。着底一発。サトブダンスの8号でちょっとバーチカルめにベイトで攻めたいと思います。今度の EX、またこの注目点がベイトタックルが出たことですね。このクラスのベイトのドットは初ですからね。うわ、もう当たっちゃってるよ。うわ、策定一発だ。外れた。あー、もう当たってる。すごいすごい感度。ちょっとなんだ、魚はちょっとタイじゃないですけどね。誘導点やでホールの当たりは出にくいはずなんですけど。おお、ベラだ。今誘導点やボトムにつけてしゃくってフリーポールですね。誘導点やであれば、ホールの時にフリーポールさせるとヘッドと餌が離れて落ちるんで、もうこれで十分タイが食ってくるんですよね。でベイトの場合はもうベール返さないでそのままハンドルを巻けばもう即リーリングできるんで、その点船釣りやってる人はこっちの方が入りやすい方も多いんじゃないかな。あっと、甘がかりしちゃった。よいしょ。あー、タイじゃないかな。オートマティックにかかっちゃう。あ、ミーフグだ。デカフグでした。カウンターでも水深が分かるんですけど、10メーターごとにアラームが鳴るんですよね。竿先に集中しててもアラームである程度水深が分かります。スピニングだけじゃなくて今回リール両軸の方も超軽量ティエラ IC ですね。 IC 付きなのにめちゃ軽い。ダブルハンドルですけど
巻き上げ力かなり力強いですね。切ってゆっくりテンションをかけながらポール当たってますよ。よいしょー、おー、タイだー。ほらー、狙った通り今のテンションホールですね。ベイトのタックルだと非常にやりやすいです。巻けるときにガンガン巻く。あ、花台かな。どうだ、タイか花台か。お、稲田が追っかけてきてる。あ、花台、ほらー、でかい、でかっ。天野の号数こまめに調整してるんですけど、こういう便利なアイテムが、今度新色がフラッシングが出ました。おっと、入った入った、こんな感じですね。今回のテンヤゲーム EX、もう一つの注目がこのスピニングの H モデルですね。ハードモデル、まあ、深場重いテンヤにはもうバッチリ、まあ、あとベイトと同じように操作性が向上してるんで、操作する釣りですね、しゃくったり、あと重いテンヤを上からテンションかけてホールさせたり、おー、いい当たり、しゃくり上げてホールに移った瞬間でしたね。結構な重量感だけどな。泳ぎ出したらどう？よいしょ。定番ゲスト稲田くんですね。午前で十分楽しめたんですけど、なんか午後大きいの狙いたいな、ちょっとチャンスかもしれないと思って午後も延長お願いしちゃいました。同じく鹿島の小江丸さんです。よいしょ、これはタイでしょう。花台と見た、どうだろう。ほら、花だーい。よいしょー。おー、タイですよ。横流しで払い出してるから引きが強く感じますよね。それでもそんなに小さくないんじゃないかな。おー、午後戦やっぱり正解だで。ルビアスも力強く巻いてくれてます。よいしょ、はい、ありがとうございます。今のはどっちかっていうとテンションかけてホールしたらグッと重さがかかった感じでしたね。まあ、通常誘導の場合はしゃくってフリーホールが基本なんですけど、少しタイが浮いてるのかな。おお、今回収しようと思ったら、おお、これはタイじゃないかな。よいしょ、リアクションで食っちゃったっすね。今カットもほどじゃないけどいいサイズかな。よっしゃー、横流しだから引きますよ。おうおうおうおお、そう、このぐらいのサイズをなるべくドラグを使わないで竿でいなして取るのが私一番大好きですね。もう EX は H もH はもちろんなんですけどね、 MH もバットパワーは本当にテンヤロッドではもうトップクラスというかトップなんで、頭をこっち向けるやり取りが一番しやすいですね。こういうところは本当面白い。よし、あ、もう赤く見えてる、白く見える前に、よいしょ、イエーイイエーイ、ありがとうございます。このぐらいの型で横流しで払い出す方でかけると引きますね。綺麗な。はい、それではおしまいにしましょう。片付けてください。楽しくやらせていただきました。片付けてくださいね。お疲れ様でした。いや、この一番日の長い時期ずっと一日楽しませていただいちゃいました。やっぱ軽い、全然疲れない、全然違う。
本当に釣りに集中できて最高の一日楽しませていただきました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。